コロンビア級原子力潜水艦はアメリカ海軍において計画されている原子力弾道ミサイル潜水艦トライデントミサイルを搭載したオハイオ級弾道ミサイル潜水艦の後継艦である一番艦は2020年10月1日に寄港し2031年に収益2085年までの運用を予定しているネームシップであるコロンビアの艦名は ワシントン DC に由来する。アメリカ国防総省は、海上核戦力は今後も引き続き必要であると考えており、現在運用中のオハイオ級は2029年までに後継艦を収益させて一隻目を退役させることを予定していた。後継艦のユニットコストは、オハイオ級の20億ドル以上に対して40億ドル以上が見込まれており、 さらに新しい見積もりでは60から80億ドルに上ると見られている。オハイオ級を置き換えるため12隻の取得が予定されているが、アメリカ科学者連盟などからは、ポスト冷戦時代においては、コスト削減のためにも保有する艦を減らして、戦略抑止パトロールの頻度も減らすべきだと指摘されている。これに対して、海軍当局は予算の問題はあるにせよ。 12隻は最低限必要な数であると反論している。このため2番艦から12番艦のユニットコストを49億ドルに削減する取り組みが進められており、バージニア級原子力潜水艦を元にしてミサイル区画を心臓あるいはオハイオ級から流用して増設するなど様々な大案が検討されている。2007年にはアメリカ海軍が エレクトリックボートとニューポートニューズ造船所の協力を受けてコスト制御の調査を開始した。2008年12月にはアメリカ海軍はエレクトリックボートと後継艦のミサイル区画の設計について最大5億9200万ドルで契約を結びニューポートニューズ造船所はそのうち4%程度を受けるとみられている。この時点では海軍はまだ オハイオ級更新計画を確定していなかったが、ロバート・ゲイツ国防長官は2009年4月の時点で2010年には更新計画に着手すべきであると述べている。新しい船体は2014年には設計段階に移ることが予定されており、設計作業の工数は約6000万人時間であると見積もられていた。新しい船体設計を採用する場合、 2029年の収益に間に合わせるためには2016年までに着手する必要があった。2011年11月の報告では一番間の建造は2019年に開始し、2026年には浸水、2029年に収益させることとされていたが、2012年にはペンタゴンは計画が全体として予定から2年ほど遅れていると発表した。 初期型の艦はトライデント D5LE を装備するとされる。トライデント D5LE では誘導システムが更新されており2042年まで運用するという。ミシシッピ州選出のジーン・テイラー下院議員は海軍が議会と代替案の分析の結果を共有しなければプロジェクトを停止させると圧力をかけた。 しかしテイラーは2010年中間選挙で共和党のスティーブン・パラッツォに敗れ、議席奪還のために共和党に移って臨んだ2014年の共和党予備選挙でも再びパラッツォに敗れたため、沙汰みとなっている。後継艦の高コストは海軍の県艦計画に大きな影響を与えると考えられる。後継艦の艦級全体でのライフサイクルコストは3470億ドルに、 登るとみられている。計画は2011年1月には技術開発フェーズに移行した。2012年12月に海軍海洋システムコマンドはエレクトリックボートとの間で艦の全体設計、共通ミサイル区画の設計及び造船所及び便利担当部品と技術開発、インテグレーション、概念設計、研究、コスト削減への取り組み及び 全規模試作艦の製造、組み立てを包括した20億ドルの契約を結んだ。海軍、エレクトリックボートとも価格が後継艦開発の鍵となるという認識で一致していた。競争がない案件において、エレクトリックボートにコスト削減へのインセンティブを与えるため、海軍はコスト固定費契約にボーナス条項を含めている。エレクトリックボートは建造費、 ライフサイクルコストとも抑える設計を適用すると述べている。詳細設計は2017年に始まり、この場合収益は2031年の予定である。現在の計画では12隻の後継艦で14隻のオハイオ級を置き換える予定である。2014年4月には海軍はオハイオ級後継艦の使用策定を完了した。構成、設計、 技術要求などの詳細は100ページほどの文章3冊にまとめられた。ここには、兵器システム、避難経路、流体システム、ハッチ、ドア、海水システムや、管の全長を170メートルとすることや、ダ圧尖閣の内容積を部分的に拡大することなど159項目の仕様が記されている。2016年7月28日には、 本級の一番艦の艦名が、アメリカ合衆国の首都ワシントン DC にちなんで、コロンビアとなる予定であると報じられた。2016年12月14日に、霊明バス海軍長官が正式に本級を、コロンビア級と命名し、一番艦は SSBN-826 コロンビアとなった2017年1月4日には、米軍関係者は開発開始が承認され、 詳細設計フェーズに進むことを明らかにした。国防総省調達責任者のフランク・ケンドールは、マイルストーン B 調達意思決定記録に署名し、エンジニアリング及び製造開発段階に入ったことを公表した。2020年10月28日、ケネス・ブレイスウェイト海軍長官は2番艦の艦名を、ウィスコンシンとすることを発表した。創造図断面図設計中の段階でも、 コロンビア級の設計における特徴がいくつか明らかになっているまた、海軍は弾道ミサイル潜水艦に求められる戦略的特性から40年にわたって運用するためには現時点で最新の能力とステルス性を備えなければならないと指摘している。2012年11月にはアメリカ海軍研究所が海軍海洋システムコマンド関係者の発言を引用する形で 追加の設計情報を明らかにしている。また、ソナーや光学画像、並走管制等の各システムを連接した潜水艦連携戦術システムを装備する。電気推進とは、モーターを用いてスクリューを回転させることで船を推進させる推進システムである。これは、全電動艦を実現する統合電源、方式コンセプトの一部である。電気推進の採用により、 放射雑音だけでなく艦のライフサイクルコストも低減される。ターボエレクトリック方式は20世紀前半のアメリカ海軍の主力艦に採用されていた。その後、原子力潜水艦アセスタリビーとアセスグレナード P、リプスコムの2隻に採用されたが、信頼性や出力不足、整備の負担が大きいなどの問題があった。2013年現在、 原子力ターボエレクトリック方式を採用しているのはフランス海軍のルトリオンファン級原子力潜水艦のみとなっている。概念的には電気推進は推進システムの一部に過ぎない。つまり原子炉や蒸気タービンを置き換えるものではなく従来の原子力潜水艦に搭載されていた原則機を置き換えるものである。しかし1998年の時点ですでに アメリカ国防科学委員会は原速機も蒸気タービンも不要となる、より高度な電磁推進の採用を想定している。2014年にはノースロップ・グラマンがタービン発電機の主契約者に選ばれた。タービン発電機は蒸気タービンの機械エネルギーを電力に変換する。発生した電力は管内に供給されるとともに、モーターを駆動して管を推進させるのに利用される。 様々なモーターが軍艦、民間船を問わず広く利用、開発されている。アメリカ海軍が潜水艦搭採用に検討しているものには、ジェネラルダイナミクスとニューポートニューズ造船所が開発を進める永久磁石動機モーターとアメリカンスーパーコンダクターとジェネラルアトミクスが開発を進める高温超電動動機モーターがある。最近ではアメリカ海軍は ラジアルギャップ型の永久磁石動機モーターに注力しているようである。永久磁石モーターはバージニア級後期生産型だけでなく将来型潜水艦への適用可能性を確認するため LSV2 において試験が行われている。シーメンスが開発した永久磁石モーターは 212A 型潜水艦に採用されている。 イギリス海軍の次期潜水艦に関するレポートでは、耐圧尖閣の外に取り付けたモーターによるシャフトレスドライブを採用するとされている。SSD はアメリカ海軍も検討したが、コロンビア級で採用するかどうかは不明である。現在の原子力潜水艦では、蒸気タービンは減速機とスクリュー、またはポンプジェット推進装置の回転軸に接続されており、 推進軸は耐圧尖閣を貫通させる必要がある。これに対して SSD では蒸気タービンで発電機を駆動していた電力をモーターあるいはポンプジェット推進装置に供給するだけであるため耐圧尖閣を貫通する推進軸が不要となる。2008年12月にエレクトリックボートがコロンビア級の共通ミサイル区画の設計担当メーカーに選ばれた。 2012年にアメリカ海軍は共通ミサイル区画の設計をイギリス海軍のヴァンガード急行警官と共有するという計画を発表した。CMC は SLBM をいわゆるクアッドパックに格納するという。ありがとうございます。